はい、どうも、トソクチュードレンのつくもです。というところで、この空に翼を広げて、アゲハルートパート10、続きからやっていきたいと思います。でもって、時間はサクサク進み、週末。1,2,3,4。出かける前に、まず入念にストレッチ。ひばりさんが来てるから、小鳥は心配いらないし、風と姉妹もおじいさんのところに顔を出すとかでもう出かけていった。寮の状況は特に問題なし。残る懸念は俺の体力のみ。きっと工具やら素材やらのでかくて重たい荷物を持たされて、そいつを秘密基地まで運ばされるんだ。それも何往復も。今日も暑いので水分準備よし。あとは体をほぐしてから出陣だ。さて、待ち合わせはそろそろだけど、アゲハと出かけるなんて久しぶりだな。本当に久しぶり。ん？久しぶり？あれ？待てよ。待て。最後にアゲハと二人だけで出かけたのって、いつだ？教室で二人だけになって会話をするのはよくあった。寮に遊びに来たあいつと二人きりになるのも割とよくあった。あんちゃんのところにバイトに行く道すがら二人で歩くのはしょっちゅう。でも、こんな風に待ち合わせてどこかへ行くというのは考えてみたら随分久しぶりじゃないか。いや、久しぶりどころか去年以来じゃないか。去年一緒にウィンディーに行ったあれ以来じゃ。なんてこった。変に落ち着かなくなってキョロキョロした。待て、落ち着け俺。相手はアゲハだぞ。アゲハなんだぞ。別に特別な相手じゃない。それに行き先だって色気も何もあったものじゃない。ホームセンターか工具店か資材屋か、あるいは図書館なんてのも。おお、もう来てたか。ああ、遅いぞ。待たせちゃった。暑い中、たっぷり待って脱水症状だ。それは大変。じゃあ行こっか。あ、肩出てるな。このところ制服姿ばっかりだったから変に新鮮だ。細くて丸い、そして綺麗だ。お、どうした？いや、それにしてもさ、葵綺麗だよね。何が？だから葵がさ、いい体してんじゃん。足はがっしり、お尻は引き締まって、上半身は逆三角形。な、何見てやがる。だから体だって。こうもはっきり言われると文句を言う気力が出ない。アゲハの視線がさらに無遠慮に、俺の体を這い回る。うん、制服で隠すのもったいない。いい体だね。トレーニング欠かしてないね。そりゃ飛ぶためには体重減らして反射神経よくしておかないと。って普通逆だろ、こういうの。お、逆の方がいい？じゃあじっくりたっぷり見る。アゲハは体のサイズを測るときみたいに軽く腕を上げて全身を俺の前にさらした。いや、そんなことをされたからってじろじろと見るわけにも。上から下まで、髪から足まで。あ、サンダルでいいのかな、こういう履物。ヒール結構高いな。足の爪綺麗にしてる。また上に戻っていって、膝に足、腰、ウエスト。こんなに細かったっけ、アゲハって。ほら、目がやらしい。見せておいて何言ってんだよ。葵のエッチ。そっちこそ、最初にやってきたのそっちだろ。顔真っ赤。その笑みに恥ずかしさとは違う動機を覚えた。さーて、ジャブの応酬も済んだところで行きますか。この野郎。で、どこ行くんだ。荷物運べるように準備はしてきたけど。うん、いい心がけだ、荷物持ちくん。一斗缶までならなんとかするけど、それ以上さすがに無理だぞ。あは、大丈夫大丈夫、そんなの買わないって。
アゲハが先に立って歩き出した。何買うんだ？工具ならもう一通り揃ってるだろう。特殊なやつは今からじゃ予算が。まあ特殊というか、なんというか。買うのに付き合ってもらってなんだけどさ、葵には使えないものなんだよね。俺には？よほど器用じゃないとうまく使えないとか、ものすごく専門的で使うのにも勉強がいるものとかか。でも去年から勉強してるし、この段階でそんな工具を買い込むなんてのも変な話だ。ウィンディ、ここにはいろいろな店が入ってる。アゲハの家の姫木スポーツとか、摩擦軍とこの太陽拳とか。規模は小さめだけど、ホームセンターももちろん入ってて、何かにつけ立ち寄って何か使えるものがないかと見て回ったもんだ。それじゃあこっち。え、上？アゲハはエスカレーターで上の階に向かう。ホームセンターはそっちじゃないし、はて、姫木スポーツに顔を出すのかな。って、アゲハの目的地を見た途端、俺は叫んでいた。下着売り場。それも女性用の、それも専門の、若い人向けの、いろいろな色とりどりのひらひらのエッチな。言ったよね、葵には使えないものだって。確かに言ったけど、俺は赤くなり汗をにじませ、視線のやり場に窮し、ついには手で目を覆って立ち尽くす。真っ赤。当たり前だ。そんな顔して、そんな声出してたら、注目の的だぜ。ほれほれ、見られてる。みんな見てるよ、噂してるよ。何あの人、下着売り場でエッチ。やだ、変態よ。警察呼んで。警風の男子よ。なんでこんな周知プレイを食らうことに。向こういるから。ああ、じゃあいくつか試着するから少しかかるんで待っててね。試着？下着売り場です。それはつまり、売り場に背を向け、ひたすら呼吸を整えた。雑念を追い払わないと。平常心。そうだ、飛んでる時をイメージするんだ。いきなり失速、乱切る、スピン、もみくちゃ、落下。自転車なら事故っても地面の上。でもグライダーは事故が起きれば空から落下。だからどんな状況でも冷静さを失わず、無事に地上へ戻ることがパイロットに要求される最優先事項。俺はこれから雲の回廊を飛ぶんだ。だからこの程度で動じるようではいけないんだ。落ち着け。機体を水平に保て。翼で風をつかめ。深呼吸で嘘のように落ち着いた。そうだぞ、アゲハじゃないか。小さい頃は一緒に風呂だって入った。ねえ、葵はどの色のブラが好き？落ち着けねえ。その顔、すごいよ。あのな。いやいや、もう終わったから大丈夫だよ。え？何買うか最初から決めてあったから、試着なんてとっくに何度もやってますって。自慢げにアゲハはお菓子みたいなカラフルかつ小さな箱を見せつけた。ほれ、厳選したパンツとブラ見る？見せるな。そう、なんで男のはシンプルなのに女の子のやつってたかが下着であんなに放送してるんだ。いや、問題はそこじゃなく、どういうつもりだ。いや、軽いものを先に買った方が荷物抱えてうろつき回るよりいいでしょ。そこじゃなくて。さて、次。おーい、次もまた同じフロアの服売り場。これは葵に見てもらわないとならなくてね。もう信用しないぞ。いやいや、ほら、こっちのブラウスとこっちのどっちがいい？どっちでもいいよ。じゃあ両方と言えたらよかったんだけどね。さすがにそこまでお金ないのさ。ほらほら、私が着てるとこを想像してみてよ。
これとこれ。はこっちのちょっと大胆なのはどう？わからないよ、女の子の服なんて。いやいや、だからこそ新鮮な正直な目で素直に聞かせてほしいわけね。どっち着てる私と歩きたい？歩く？一緒に並んで？それってもしかしてデート？俺とアゲハが恋人同士みたいにラブラブオーラ全開でイチャイチャしながら？ないな。何も着ない方が好み？んなわけあるか。大体お前な、男にそんな話するやつあるか。女子同士でやれ、女子同士で。だってさ、やっぱり見てほしい相手に見てもらった方が確実じゃない？見てほしいって。はあ、忘れてる、こいつひどい。何をだよ。ぷくっとアゲハのほっぺたが膨らんだ。マジ怒りの気配。クイズだよ。ここはどこでしょう？ヒント、この間のお話。昔の秘密基地か。そんな話したよな、確か。正解。では第2問。そこで葵は私に何て言ったでしょう？ああ、昔秘密基地で。あれか。そんなことここで言わせるつもりか。でもアゲハは言わないと許さない空気を湯気みたいにゆらゆらと立ち上らせている。あれはその勢いというか、何も分かってない頃で。ああ、うわ、どこぞの不良漫画に出てきそうな素晴らしい眉間のシワ。だからダメだ、これはもう言うしかない。俺は笑わなく唇を必死に動かし、言葉を紡ぎ出した。好きだ、付き合おうって。あ、アゲハはポカンとした。完全に真っ白になった。実に見事に唖然呆然、喪失自失。はあ、家って言ったのそっちだからな。ああ、言ったよ、付き合おうって。男と女ってそうするもんだって思って。おお、これまでずっと封印してきた黒歴史を。人目がなければ頭抱えてゴロゴロ転がり回りたい、切腹レベルの恥ずかしさ。引っ越す前、漫画に出てくる女の子の下着姿とか、街を行くちょっと年上のお姉さんたちに変にドキドキするようになっていた年頃の俺。その頃、男は好きな女に、女子に告るという行為をするものだと知って、その時一番好きだった女の子にそれはやったわけだ。アゲハ、思い出すとその時の自分の言葉まで明瞭に蘇ってくる。好きだ、付き合おう。そうしたらアゲハはどうしたんだっけ。アゲハのあの時の顔は覚えてる。今と同じようにポカンと呆然と真っ白になった風に、目も口も丸くして、でも何言われたのか覚えてないな。覚えてるのはとにかく付き合うをアゲハはしてくれなかったこと。要するに振られた。何がどうなれば付き合うをしたことになるのかよくわからなかったけど、いつも一緒にいたし、出かけてたし、体だって平気でくっつけて関節技の練習とかくすぐりっことかいろいろやってたし、でもとにかく告白を受け入れてもらえなかったことだけははっきり覚えてる。俺はもううまくいくもの、アゲハも喜んでくれるものとばかり思っていたからショックで。で、そのままお互いどうもぎこちなくなってしまって、会わない日が続いて、そのうちに俺は引っ越すことになって風ヶ浦を離れた。そして今に至るわけだ。昔の自分を思い出すってどうしてこんなに辛いんだ。汗だらだら、息ぜいぜい、顔から火が出るってこういうことなんだな。いやー、
アゲハは相変わらず真っ白な表情のまま、抑揚なく口にした。悪かった。私が全面的に間違ってましたです。はい。ん？いや、だから言わせたかったのはそっちじゃなくて、アゲハって男みたいだよなって。あっち言うと、アゲハは赤くなってうつむいた。ごめん。ああ、今度は俺が漂白される番だった。そういえば告白のさらに前に言ったことあるよな。アゲハ、お前って男みたいだよな。女じゃないよな。俺よりでかいし胸ぺったんこだし。言った、確かに。でしょ。でも俺もアゲハもそれ以上何も言えず、服を買うこともなく、どちらともなく、ノロノロと歩き出して店を出る。フロアを変えてようやく気分を切り替えることができた。とりあえずそれおごるから。言葉にしづらい罪悪感に駆られてそうした。おう、許す。アゲハはコロッと元に戻った。さっきまでの漂白状態が嘘のように上機嫌。アゲハが復活してくれたので俺もほっとして息をついた。つまりね、そういうことなのよ。はあ。葵のせいなわけ。何か。これ。アゲハが手にしたショップの袋を軽く掲げる。それさっきの下着、まともに見られない。男みたいだ、男だって言われたの。すごくショックでさ。しかも言うだけ言って葵逃げちゃうし。逃げたんじゃなくて引っ越したんだけど。私の前から消えたんだから同じだって。で、私は決心したわけ。クレープをまるで自由の女神が掲げる豆苗のように高々と持ち上げ、いや危ない、中身がこぼれる。見返してやる、あの何も分かってないバカ青いよ。男だって言ったことごめんなさいさせてやるって。チョコクリームがこぼれそうになる寸前でアゲハはさっと手を下ろした。おいしい。一口食べて幸せそうに装甲を崩す。で、私は目覚めた。右腕に宿る未知なる力に。そう、古代から連綿と続く人間界に紛れた魔族の血を示す紋章が浮き上がるこの封印されし邪悪なる右腕が。おお、一息で言い切った。で、何に。おしゃれに。何事もなかったように俺たちは続ける。伊達に長い付き合いではないのである。女の子らしく、可愛く、葵が夢中になるように。葵が、私が悪うございました、可愛いアゲハ様と私の前に土下座するくらいに。あれか、のうべからずって書く。そうそう、あたうべからずって。おいおい、それ不可能ってことやないけ。アゲハは空いている方の手をパタパタと振った。折檻するね、あとでじっくり。指をハンダ付け、まぶたを溶接。ああ、工業系はこういう時怖い。心にドリル、魂に悪行。穴開けて溶かした金属流し込むわけか、すごいな。墓標には何て書く。空に焦がれた男、一人身のままに眠る。彼の魂はモーニンググローリーと共にある。よし、最後の晩餐と行こう。自分がもうパックリやった後のクレープを突きつけてきた。ほら、自分の分買ってないでしょ。いや、いいよ。私だけ食べるってのもなんか嫌じゃない。じゃあ買ってくるよ。いいからいいから。ぐいっと押し付けられた。これはでもアゲハだし、昔はよくやってたことだよな。いや、昔に限らずアイスの関節キス味、食べたのはつい昨年だ。じゃあもらうわ。あ、そう、昔はこんなの当たり前だったんだ。アイスなんか奪い合いで一本のアイスキャンディーを我先に舐めていって唇が触れたことだって。
口にしてクレープ生地の歯ごたえとクリームの甘い味がいっぱい広がる。そしてそれだけじゃない甘さ、変に胸が高鳴る甘さ、恥ずかしさを伴う味覚。去年のあの時もこんなのは感じなかったな。クレープだからかな。お、おいしいでしょ。昔みたいにはいかないね。当たり前だろ、体がそもそも違う。だね。葵は立派な男の子になったし。そっちこそ。この町に戻って最初にアゲハを見た時のことを思い出してしまう。アゲハと知らずに可愛い子だって。ん？何何？何か面白そうなこと言いかけたね。どれ隠さずに言ってごらんなさい。お姉さんに洗いざらい隅から隅まで、ほれほれ。うお、蹴取られた。いやだから前も言っただろ、そっちだってちゃんと女の子になったって。ああそうだったね。葵が戻ってきた時だ。まあよしとするかな。葵に言われたからおしゃれしてみるようになって、ついに認めてもらえた。ミッションコンプリート。というには賞賛の言葉が全然足りないような気がするな。あの時のあーが欲しいね。あの時の、ほらいい女になっただろうって言った時さ。あの時の葵の返事が最高だったのにさ。ということでワンスアゲイン、可愛い女の子になったでしょ。立派な女の子だ、可愛い女の子だ、女の子そのものだ。これ以上なく女の子の真髄を表現している見事な存在だ。背中出して、鉄筆で設計図書いてあげる。入れ墨って言わないかそれ。拷問って言うのよ。最高の女の子だ。もう一声。可愛い。許す。あ、それでいいんだ。でもせっかくなんでもう一回。可愛いよアゲハ。葵も素敵だよ。俺たちはキリッとした真顔でお互いを見つめ合って、揃って大口開けてバカ笑いした。ひとしきり笑い、涙を拭う。いや、こんなバカ笑いは久しぶりで腹が痛い。やっぱ葵だね、このノリは。やっぱアゲハだよな。一番の親友だもんね。お、俺たち親友という言葉がなぜか喉につっかえた。なあ、アゲハ。お？俺、最初は部の買い物に付き合うつもりで来たんだよ。うん。それがなんでこんなことになってんだ。ああ、まあそう思うのは仕方ないよね。試験前にデートだもんね。で、その言葉がこれもまたなぜか衝撃的だった。アゲハと出かけるのはそういうのじゃないはずだ。デートという言葉のものすごい違和感。なんだよこれ。でもさ、今しかなくって。何か息抜きのチャンス。来週から期末試験で、それが終わればいよいよグライダーだけに専念できる。グライダー漬けになるよ、作る方と飛ぶ方と。そうだ。朝から晩まで作業して、それでも間に合うかどうかギリギリ。葵だって飛行訓練さらにしなくちゃならないし、飛ぶこと以外考えていられなくなる。いいじゃないか、それで。それだけじゃ良くないと思うんだ。ロボット部で経験あるんだけど、朝から晩まで根詰めるとかえって失敗する。何が何でもこれしかない、これ以外にない、他のことは考えられない。そんな風に視界狭くしちゃうと、他の人の言葉も聞けないし、自分を縛っちゃう。これだけ頑張ってるんだからうまくいくはずだ。休まないでいるんだからこのやり方でいいはずだ。
それで失敗しちゃったら。ロボットならうまく動かない、競技で負けるっていう、それだけで済むけどさ、グライダーは死ぬから。ブルッと震えた。自転車のあの事故を思い出して。だからほどほどに気を緩めるのも真剣に頑張るのと同じくらい大事だと私は考えたわけね。そうだな。確かにアゲハの言う通りだ。相手は空だ。広くて綺麗で最高だけど、命をたやすく奪う場所でもあるんだ。そのあたりについては滑空場のインストラクターさんに徹底的に叩き込まれた。俺も何度も飛んで技術が身についてきたからこそ理解できるようになってきた。去年の天音先輩を乗せてのあのフライトがどれほど危険なことだったのかということに。次は無事に済むとは限らない。そんなことにならないためにも、気を張るのと同じくらいに気を緩めて広い視野、冷静な判断を忘れないようにしなければ。万が一の時にはモーニンググローリーが見えていたとしても、引き返して着陸する判断ができなければならない。入れ込みすぎていたらそれができない。自転車競技で見てきた。ここまで走ってきたのだからと感想にこだわって、脱水症状で転倒したり肉離れを起こしたりで取り返しのつかない怪我をしてしまう選手を何人も。で、まあとりあえず少しは緩んでくれたかな。あ、まったくこいつは俺のこと誰よりもよく分かってくれてるんだな。長い付き合いってこういう時本当にありがたい。それじゃ裁判始めましょうか。はい。頭がついていけなかった。裁判では開廷。被告人水瀬葵、そこに正座しなさい。被告人の罪はここ最近見境なく女性に手を出しまくっていることである。まったくこの節操なし、浮気者、スケベ、尻軽、軽薄、短小。おい、何の話だ。まず第一の罪、天音先輩に抱きついていた。あれは先輩の方から。第二の罪、かなこさんとデートしていた。フラックスに行ったっていいわね、仲良くて。違う、ここでソフト食べただけ。大体誘ってきたのはかなこさんだ。第三の罪、あかりさんにまで言いより迫り、くどき、けしからん振る舞いを。誰だ、誰がそんなこと言ってんだよ。大体その場所にはマーボーもいたんだぞ。承認を申請する。ほーん、言い訳するんだ。あのな、そもそも俺たちはあまり校内じゃ仲良くしないようにって作戦考えたのお前だろうが。確かに。でもだからって天音先輩の胸に顔を埋め、かなこさんの手を握り、あかり先輩を押し倒そうとするなんて。してねえ。してないの？勝手に話を膨らませるんじゃねえ。なんでしないのよ。していいのかよ。してくれないと折檻できないじゃない。手段と目的が逆になってる。ああ、バレたか。逆折檻するぞこの野郎。人にパンツ見せびらかす痴女に言われたくない。よし、わかった。お返しに葵も私にパンツ見せびらかしていいわ。全然お返しになってない。男女平等。じゃあ俺と同じ力仕事しろよ。女の子に重い荷物持たせるなんて最低。男を好き放題こき使うなんて比例引くわ。よし、お互い最低ってことでここは引き分けにしといてあげる。最初に人を陥れようとしたのはそっちだよな。細かいことは気にしない。大空に生きるんでしょ。おお、空に行くためにも細かいことを見落とさないのさ。そうだ、それにそこまでのアホなやりとりからふとあることが頭に浮かんだ。なんでホタルはいいんだよ。ん？ホタルだよ。天音先輩、かなこさん、あかりさんは問題にするのにホタルはいいのかよ。
するとアゲハはパチクリ音が聞こえそうなほど大きな瞬きをした。だってホタルは大丈夫でしょ。大丈夫って何が。いやだから葵が。あれ、アゲハの目が泳いだ。混乱した考えをまとめるようにあらぬ方に目を向けてじっとする。ってどこに混乱する要素があるんだよ。ホタルなら安心だし。安心だよね。それは変なことなんか絶対しないけどさ。だよね。他の人ならすると思ってるのか。いや葵だし。信頼してくれてなんとありがたいことでしょう。葵だし、ホタルだし、問題ないよね。アゲハらしくないことに歯切れが目に見えて悪くなった。何気にしてるんだ。なんだろう。おいおい、まあいいや、大事なことならそのうち出てくるでしょ。出てこないまま大変なことになるかもな。やめてよ。本気の響きがその声にはこもっていた。まあ止まれ、そういうことだからさ、もうちょっと遊んでこ。まあいいけど。そうして俺たちは少しの間空のことも試験のことも全部忘れて飛び回った。でも結局何に引っかかったのかアゲハは自分でもわからないようだった。はい、というところで今回はね以上にしたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。